皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、ゼニです。ということでね、ゼニがお送りするアンチャーテッド、前回の続きからなんですけども、はい、まあフライングダッチマンから脱出しろっていうことでね、早く脱出してくれる。それ戻ってない？戻ってる気がする。うん、いやな、もう早く行けよ。分かってますよ、またよ、落ちた、割れるわ。銃も何も持ってないわ。絶対 そっちじゃないでしょ。そのそこでしょ、向こうですね。その白いところに捕まってってことでしょ。よっさり、このどこかにいるんだな。で、そこから登っていいんじゃないの、あのタイミング見て。その切る端っこあったでしょ、反対側、そこそこ、ね、うん、だから後ろ向いた時に上がって閉めたらいいんでしょ。まあそれかガンガン肉弾戦でいくかだね。弾銃あるじゃん。あるな、なんか落ちてますな。うん、なんか落ちますな。なんでこんなところに落ちてるんでしょうね。親切心。うん、それバレるくない？大丈夫大丈夫。おいでパパだよ。おいでパパだよ。先生来ました。いや今ちょっと電話がかかってきましたね。はい。じゃあそのまま行きますよ、私。うん、ちょっとね、ちょっと喋ってて。いいよ。あ、バレた。いや、わかんない、見てなかった。あ、バレた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 。めっちゃ撃たれてる、めっちゃ撃たれてる、めっちゃ撃たれてる、めっちゃ撃たれてる。なんで？え？いや、わかんない。あ、危ない危ない。オッケーオッケー、体育戻す、体育戻す。ちょ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 、何潜ってんのお前。知らない知らない、機関砲みたいなの撃たれてる。撃たれてますよ。まずその上だね。そうやね。なんで上行かない。いや、武器があったから取ろうかなと思って。とりあえずその赤で狙われてんのめんどくさいでしょ。いたたたた、あんまり時間かけると危ない。はい、はい、あたたた、ほら、うまい、オッケー。じゃあ降りましょう。回復してね、体力を格差して。あたた、はい、上いたでしょ。あったったった、おい、撃たれます、撃たれます。ついに銃使うようになったのね、敵も。そう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 、はい。あ、飛び込んだよ。飛び込みます、ね、めっちゃ飛び込んでる。これどこ向かって行ってんの？あ、来てる。
よし、弾補充ありがとう海賊さんたち。でも結構来てる。あ、来るわ。お前顔だ顔。オッケー、回復回復。あ、来てる。うぅー、 RPG みたいね。どっから？わかんない。あ、こっからタイクルがすげえ。これこの籠城戦のがええんかな、前進んでいこうがええんかな。いや無理やって、進まれへんで。こんな海中逃げるとか。いや全然逃げてもいいけど、それだけ狙われるのは変われへん。この上に急に後出しで出てくるもんな。よし、近づいてる。それだな。そんなとこだかよ。みたいね。あ、これ使えるってことね。どこ向かうの。わからんけど。どうですよ、あんなに。敵は？これか。ショットガンなんていらねえよ。そんな地味な動き方するんでよかったんだ。RPG。RPG。やるかお前。一発しか撃たれんからな。無限とかってわけじゃないしな。そこにもなんか立てかけたんで。下もうくせ。どっちいいな。出てきようよ、あっちじゃない。行くぞ。なんか急にバックレ出してんけど。あと銃運んできてくれて。曲が止まった。終わり？終わりかな。あ、もうちょい。ヘッドショットマスター。で、サリーはどこにおんの？分かれへん。なんか終わったっぽいな。うん。よし。で、あ、いけたいけた。どっかに行かなあかんねんけど。マグナムかこれ。まあいいよ、持っとこう。で、あそこから来たから。うん。あれか？上上がるんじゃない？あーっぽいな。あれ落ちちゃった。
だって泳いだりして多分いろんなとこいる。よいしょ、よいしょ、続いてみようか。ちょっとちゃうか。はい、でもそうかな。高いだといいんじゃないか。見えるもんも変わるやろ。なんか来たぞ。見たいね。いや、狙われてる、狙われてる。ライフルで撃っちゃってる。あの大きい船や。うわ、隠れられてなかったよ。またここでも、いや、さっきよりちょっと進んでない。一緒一緒、ここやん。あ、それ登ってから始まるやつになったやろ。そうそう、だから一緒やん。まだ奥におるもん。これ借りてもいいか。届かへんやろ、多分。届く届く。ロケランが、ロケラン？向こうもグレポン？ RPG や。これ借りてもいいか。ここの辺か。行くぞ。それ使えるんじゃない？ん？それ。角度が固定されてます。前方は打てるみたいな。あいつ、あいつロケランやな。誰やんな。おるか？おらんね。終わったっぽい。で、上登ってるんじゃない。あ、そうやな。よし、これにしとく。ん？だけ？あ、こっちや。あ、で、そのあれじゃない、正面のその黄色いあれじゃない。いや、危ない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 。なにつかみ損ねたな。掴んでたって、なんかバタイでんてよ。俺は悪くない。そんなに危なくはない。めっちゃ難易度高いアクションになってん。で、前方じゃない。もういい。ちょっと待って。マジか。撃てへんねんけど。おう、この負けだ。めっちゃ難しいな。めっちゃ難しい。撃てへん。そんなに危なくはない。撃てへんわ。撃てへん。マジか。もう早く行ってみます。おう、多分ダメージを受けてな。何もできんくなるのか。あ、しばかれた。芝居で落とされた。まあ、あんな感じですぐ上がっていけんね。なんか足つかんで落とすんかなと思ったんやけど。そんなに危ない。登りきってもたらええんじゃない。その方が早い。うん。何やってんのお前。上がれ。マジか。はい、さっきからよく殺してくれたな、お前。なんだ、隠れとんねやろね。ブーン。はあ、いいね。朝のプロパンガスの匂いは。そうそうそう、朝のプロパンガスの匂い最高だぜ。どういうこと。その奥にもあるんじゃない。ボンペン。はいよ、はい、さようなら。よいしょ。
はいはい、攻撃をやめたらダメージ受けんの、はいはい、いった、うん、で、あとは何人かおるわ。それが欲しかった。よし、やろう。以上？以上かな。動的には以上っぽいな。よし。ふぅ、何回死にゃええねん俺は。いや、分からへんけど。で、それ。これっぽいな。これっぽくない？そうね。背中できそう？乗れる？いや、違うな。じゃあ。この上やな。そうね。待てよ。思いついた。はい。なんかそれ、それを押して。で、下にして道を作るんやろね。じゃないんでしょうかね。はいはい。ナイス。よし、いける。よし、いける。いけるかお前。で、正面飛びついてるってとこやろ。はい。で、まあ、相変わらずのね、この。うん、はい。もう俺お得意のね、こうジャンプしてジャンプしてね、こう。で、横行ってね。で、まだ横行ってね。で、まだ一個下行って、横行って。で、下行って、多分向こうに向かって。その黄色い。黄色い棒やね。その向こうの黄色い棒で横行って、またくるんくるんってな。うん、体操戦士かよってな、これ。で、いや、これ。向こう行くんかな。前飛びつけるか。飛びつこう。オッケー。で上がってね。上がった。ってことはこっちやな。そっち。危ない。いや音楽はせえんか。まだ敵はおれへんよ。だいたい捕まるよな、ネイトな。うん。なこう行って。ネイトもしかりやけど、サリーもな、うん、で、これこれは？あ、向こうが行けばいいんかな。よし、下を見るなよ。オッケー、チャンスは一回切れたぞ。ってこと、あー、ロープあまたですか。ロープオッケー、捕まった。これ、多分これちょっとフランと無理なやつやで。はい、うっち、はい、おいっち、はい、あ、いった、撃ってない。いった、危ない。固い地面、いや、固い船に戻ろう。で、これをまたいで、あ、で左で、あーもう距離感遠い、距離感遠いとりあえずクソでかい船っていうのは分かった。フライングダッチマンやからな。フライングダッチマンやから、ほんま。おう、何が空飛ぶオランダ人やねんな、ほんま。いや、まあそんなこと言われても。で、下行って、あとで破傷風の注射を打たなきゃ。で、どうすんのこれ。え？無理や。あ、下やな。うん。はい。もう一個やろ。で、こっち側にくるくるくるって言って。で、下やな。一個下ですか？うん。で、向こうが行くんですか？で、で、こいつを。はい。さようなら。で、入るんじゃないの。入ってますね。だけ？なるほどね。で？で、次のルートが？あいつどうやってここに登った？あ、正面かな？あれやな、赤い、なんかそのレバーやね。あ、行くに飛ぶんですか？うん。飛ぼう！あそこにいる！見張ってろ！ここは撃てる。うん。OK？赤い場所で撃てるみたいな。あ、上におる、上におる、上におる。真上におる。真上。大丈夫？ぽいな。オッケー。すごいリロードの仕方やな。うん。
でこういって、まあ、こういって、まあ、上登って足元気をつけろ。でこっちか。お前目の前にもんのかよ。まだ行くと来いよドムみたいなやつ。えドムはそんな卑怯なことせえへんから。ほらドムみたいな顔してるよ。ドムはそんな卑怯なことせえへんから押していったよ。押していったな。どうすんのこれ。で横じゃない近か。うんでそこ飛び降りて行っちゃった。よし。オッケー。ぐらいですね。弾が多いのはこっちやな。え、でバルブで回すんか。いや。向こう側かな。じゃない。向こう側っぽくないですか。そうやな。ここだって特に。なんもないよ。なんもないよ。うん。飛べ、I can fly。で、ん ？OK、向こうに I can fly。そういうことや。向こうに I can fly。あ、こう手前あったみたいです。まあフライングダッチもやったけどね。まあネイタイ、ホランダ人ではないやろうけど。セコい打ち方しとんの。なあ。さあ出てこいや。はい。ゲイ。ぽいな。うん。あれ上おる。まあそこまで行ってことじゃないの？その赤から。ちょ。どこ行くん？何しょ何しょ。いやいや。さっきの赤いところに戻りたかったんで銃撃てへん。だってドムが狙ってんねんから。ねドムって言うな。ドム白やねん。そんな色付き着てないね。ドム倒した。ね、そっちやろ。行け行け。あ、一個下かな。一個下やな。ドム目。いや、だから、ドムはそんなダサい色のタンクトップ着んね。マジで。もういっぱいみたいな。シルエル投げつけてやりたいけど。で、上行けんじゃないの。そうやな。でまた壁やろ多分。でどこなんだ無線塔は。そやな。ああなんかありますよまた。うんそういうことでしょうね。そっちではないんよ。ないね。もう早くパン向かすしかない。ないね。向こう行くしかないね。クソがもうこのゲーム嫌いになりそうよ。だとりあえず正面飛んで正面やったら多分敵が召喚されるんでしょ。はい。でどこやドム。ドムどこや。こうへん。あドムこうへん。うんその向こうの赤じゃない。もう逃げられねえ。ドムどこや。ドムこれか。だからドムはそのダサいで来てないよ。だからドムやろ。ドムではないから。ドムではない。違う。で横やろ。これか。うんで、上で横、はい、で、上上やな、上で、こっちやな。その黄色で、ここは狙える狙える。よいしょ。ドムタクやの。まあ、ドムじゃないってで、はい、またフラーンプラーンとしてプラーンとしてプラーンとして、おい一発ノックアウト。そっち？いやーないね。こっちやな。橋はあるし。うん。とりあえず上行きなもん。どこまで行かなあかんねんこれ。通信塔。あとちょっとだ。
あとちょっとな、ほんまに知らん、信じる、みんなそうやってよく言うね、うん、そこ何もないよ、何もないね、あ、うん、これうん、そう次これです、そうもうなるようになっちまう、で、紐紐で、ダッシュ、まだやな、まだやね、まだやね、まだ足りんな、まだやな、行くぞ、次行くぞ、よーほい、まあ、ここでよかった上やと思ってた、それ無理やと思うで、そこその向こうこのとこから上がらなあかんねと思う、ナイス、ラムセスの船か、ラムセス、ああ、あいつ、あいつらか、で、あのババアたちの、よし、やっとだ、じゃあ、おい、マジか、冗談だろ、全然、ね、使える雰囲気じゃねえ、ここめちゃくちゃかっそ、銃が見込んでんで、ああ、あの船を奪還すると、そう、あの船の通信塔が使えるからな、第二のフライングダッチもやな、じゃあブラックパール号やな、あれは、うん、どこへ向かってる、そこにサリーはいるってわけか、そうな、あの船に乗り込まなきゃ、みたいね、はい、で今回この辺で、ん、え、何何何何何何、え、行ってまうの、行ってしまった、なんで、わからん、三角ボタン押したら、今回この辺でって言うたのに、まあちょっと落ち着いたら、あ、あ、危ない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 、落ちた落ちた落ちた、また最初に戻るやんけ、なんか来てんで、オッケー、ニコニコ、多分黄色が目印、ほら、だいぶ狙われてんで、大丈夫、俺からすれば大丈夫、ほら、ほら、どこや、フライングタッチマン、いや、それあんたがもっと船やね、どこどこどこ、あ、こっちか、行くぞ、今回結構長なっとんで、いよいよ撮影時間は近っ、ボス戦っぽいぞ、最高、あんた食らったで、食らってなかった、手榴弾、いや手榴弾じゃない、ショットガンやったな、あ、持ってろ、なんで問題を起こす、ここまでだ、別にタイマーやったらあれじゃない、しばき合いでもよかったんじゃない、まあな、うん、そんな無理にあの銃撃戦で何とかしようとせんでも、開いた開いた、うん、雨降ってきましたよ、え、雨降ってきました、それは濡れるのが怖いんかっていうぐらいの方、フライングダッチは、よし、ちょっとは前進したか、あっちか、絶対あの船に乗らなきゃ、どうやって、いや、ちょうどあここで荒波、いいんじゃないの、はい、はい、ということで今回はフライングダッチマンからの脱出前編、前編、まあほぼ脱出したようなもんやけどな、いやまだわかんない、こっからこっからが、まあ、波荒れてるから、そうやな、荒波ってくらいやから、うん、さっきまでのいい天気はどこに行った、そうそう、もうやっぱね海の天気は変わりやすいんでね、そうやね、はい、なんでまあこんな感じでね、はい、次回脱出、はい、まあ中身知らないから脱出できるのかどうかも知らないけどね、そうやな、まあまあ脱出していけたらなと思っております、はい、お願いします、ということでね、今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします、お願いします、あとですねこれ実際ね大体どの動画も一つの撮影にねまあ小1時間以上かけてるんですけども、うん、まあ本編はねギュッとなってね30分ぐらいで終わるように調整しつつあるんですけどね、はい、あ
まあ、その分ね、あのギュッとされた部分はね、あのショートムービーでね、あの死亡シーン集がね、僕らのよく上がってるんでね、はいはいはい、またそれを見て楽しんでいただけたらなと思っております。お願いします。いや本当辛いわ、辛いわ。はい、ってことで、はい、あとですね、あのゼニーの方がね、もう一タイトルやっております。はい、逆転裁判。はい、で私の方がねやっておりますバイオハザード DLC、はい、バイオハザードビレッジ DLC だね、はい、並びに地球防衛軍5、6ですね、はい、で、姉さんの方がねやっております戦国無双5、はい、で私ねゼニーの方不定期開催しておりますデーモンズゲリラライブ、こちらの方バイオハザード1となっておりますんでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ってことでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しいぜアンチャーテッド。